はい、皆さんこんにちは、大樹です。佐穂です。四つ女神再開の続きをやっていきたいと思います。はい、はい、でこの間、はい、この育ての親が2に変わったんで、はい、こっからやっていこうと思うんですけど、はい、私とイミゴは似た者同士かもね。え顔に家だと書いてある。もう真面目に聞いてよ。親がいないところとか素直に甘えられないところが似てるなって思ったの。舞が素直になれない？失礼な、私だって遠慮するんだよ。なんか急に仲良しですね。うん、本当にこんな しそう言えばイミゴ相手に対しては素直になれる気がする。仲良くなってる、ね、舞が遠慮してるところなんて見たことない。母親の腹の中に忘れてきてるだろう。よく思いつくね、ポン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 。そうだ、思い出した。素直になれるのではなく、失礼だから敬意を払う必要がないのだ。なるほど。そうそう。あ、これでおしまいなんだ。終わりだ。あれですね、小学生が好きな子をちょっとからいじめる感じ。うんうん、ああ、なるほどね。なんか来た。ウクライナ大変ですよね。ウクライナ、墨と筆探してるんです今。墨と筆ですね。墨と筆、違う、どっかにまたあるので、ね、どっかにありますかね。暗いからね、墨と筆って黒じゃないですか。わかんないですよね。わかんないですよね。今持ち物は何があるんでしたっけ。持ち物はか守りだけだ。守りだけではダメですね。移動してみましょう。ここに行ってみよう。お、大きな岩がある。何もないですね。何もないですね。ここは何もない。ここだ。黒白のいる、黒白のいる、ここだ。ねえ、君も、エマってどうして馬なの？なんか俺自身だいぶ慣れてきたな、この一問一答。一問一答。毒されてるとイミゴは、こめかみを手で押さえた。私はそんなイミゴを無視して続ける。鳥だったり、コマ犬だったり。神社にはいろんな動物がいるね。馬は神馬といって神の乗り物と言われていたんだ。だから昔は神へ感謝や畏敬の念を込めて生きた馬を奉納していたんだよ。でも馬は高価だし誰でも奉納できるものじゃないだろう。だから馬の絵や馬の木彫りなんかを願い事と一緒に奉納する風習が広まっていったんだ。へえ。へ、勉強になりますよ ね、 ね、何気に。そうですよね。そうそう、なかなか行かないからね、ね、意味まで知らないですよね。願い事書いて書くものですもんね。そうです、そうです。それはお盆の少量馬だろ。それ何？ね、ああもう自分で調べろ。そんなのもだってもう今や、ね、見る家あんまないんじゃないですか多分。あれでしょ、ナスとかですね。そう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 、そうですよね。うん、ケチンね、うん、ねえ、どうしても隠したところを思い出せない？思い出せない。どうして隠そうと思ったんだ？それもよくわかんない。目の前にあったから隠さなきゃって思っただけ。やっぱりどうにもおかしいな。二人のお母さんが関係してたりとか。そのだけか。あとはじゃあさ、これ、あ、これは？あ、これか。これ違うんか。違うんか。何これ？何これ？筆かと、あ、筆じゃないんだ。今がこうなってるんですか？そうですね。筆じゃなかったですね、全然ね。ここでもないですね。じゃあここだ。ここに筆ないかな。まだこ
ここら辺で見つけたやつ何でしたっけ。覚えてないです。もう前回のことは覚えてないです。巻物は狛犬の。そっか、どこにあるの。何なの。ないのか。ないっすよね。ないのか。ありそうですけど、ないですね。じゃあここじゃないとしたら、ここはなかった気がすんな。ここもなかった気が。どこに隠すの筆と。ねえ、最初にここで汚れを払えって言ったよね。ん？高田さん、片城でも汚れを払えるって言ってたね。効果は同じなの。片城で汚れを払う場合は全身を3回撫でる。それで汚れが片城に移るんだ。それだけでいいんだ。上手やも身なりを整えて清潔な状態で神を拝むという体裁を整えるものなんだ。昔は上手やなんかなくて神社の近くの川で体や頭を洗ってから参拝していたらしいぞ。それが簡略化されて上手やになったの。そうだ。へえ、田形さんの受け売り。聞かなくても分かってるんだろ。受け売りですね。へえ、これだね。手ぬぐいゲット。あ、手ぬぐいをゲットしたから。あれか、あそこをそう吹くんですね、多分ね。ああ、そうだそうだ。本来いつもここに手ぬぐいがあったんだ。いつの間に戻ってきたんだ。じゃあこれでここで多分手ぬぐいをセットして、はい、これですね。わ、見て、綺麗になったよ。おお、ご苦労様。四つ目神社の由来が書いてあったんだね。当たり障りのないことしか書かれてないだろう。分かんないとか分かんないんだ。相良家が宮司となるんだ。相良家、相良家ってだっておじさんじゃないですか。そうですよね。ね。なんもなさそうですね。あとはここじゃなくて、なんか多分ここでなんか見つけた。ここでなんか見つけたことありますっけ。よく見ないと。この辺は違う。この辺は、あ、これだ。あ、それだ。あれ違うか。なんかどっかにあったような気がするんですけど、違うのかな。違いますね。高田さん、片白や筆を隠したのはクロちゃんとシロちゃんらしくて。クロとシロが。はい。でも本人たちは隠したけど覚えていないって言うんです。それはまた矛盾してるね。全くだ。でも様子がおかしかったんだ。本当のことなんだろうと思う。困ったな。あの二人は僕でも知らない隠し場所をたくさん知っていそうだ。いたずら好きも極めるとプロだね。言ってる場合かよ。全くだ。さっき言ってた名越の大払いって何ですか。6月と12月の年に2回行われる汚れを払う儀式だよ。6月の方を名越の大祓と呼んでいるんだ。
神社で清めた片代で体を撫でて汚れを移すんだよ。それをお祓いして川に流すんだ。私、近所にも神社があるけどやったことないです。そんな行事があるんですね。知りませんでした。神社によって様々だからね。大々的に執り行うところもあれば、ひっそりと希望者だけというところもある。四つ目神社は村が小さいから、そんなに大きな行事とは言えないけれど、村全体で行うからそれなりの数の片代が必要だったんだ。え、あ、これ A だったね。なんかその正しき四つ目の交わりは四つ目神の神隠し。どういうことだろう。隠すって言っても、おお、びっくりした。そっちだ。あの人、これね、これも関係ないですね。ここじゃないね。ないよこれ。なんで出てこないんだろうな。目がありますよ。なんか目、目は多分この絵しかないですよね。目。そうなんです。あ、そうそう。でこれで左。そうそう、あれだね。あ、これあれじゃない。あの絵じゃない。こうさっきの、あそこの、あ、これはなんか関係あるんじゃないじゃん。これとは何出てますか。いや、多分違う。違います。違います。四つ、あ、待って。四つ目の交わりは四つ目神の神隠し。これヒントじゃない？ヒントかな。正しき四つ目の交わりはってことは、正しき四つ目の交わりってどういうこと？左と右。さっきなんかこう、だから左目と右目、ここだ。左目と右目、ああ、消えちゃう。左目と右目でしょ。はい。と右目、左目と、あれ違うの、右。左、右。左と右目ってこれですよね。左と右目。左目と右目のこの。正しき四つ目の交わりは。この、あ、この。あ、交わるとこだね。あ、そう。あ、そういうことか。これとこれ。正しき四つ目の交わりは。四つ目神の神隠し。あとはどういうことだろう。あ、これこっちか。あ、ここそれだってかな。左と右、下にもありますよ。ちょっと待って、下にもある。ここの交わったところを押すとってことですか。上と下とか関係ないのかな。上と下とか関係ないのかな。上と下とか左と右と、うん、左と右がこれとこれで、上と下は関係ないかなって、うん、真ん中、上がここにもあるな。上と下、下だとこうか、こういうのもあるよね、うん、真ん中と真ん中、わかんねえな、うん、だからあれかな、ちょうどいいとこポンと押したらあったのかな。こんな感じ、上と下がこんな感じだとして、まあ、この辺っぽいよね。この辺っぽい。わかんないですよ。なんとなく今、はいはいはい、これとこれがこうだとして、あ、交わり、でもちょっとこれとこれは交わらないから、これと、あ、これとこれがずれちゃうな。上と下はこうだと、この辺、この辺ってこと？あ、わかんない。四つ目神の神隠し。どういうことだろう。上と下、真ん中と真ん中、真ん中と真ん中でしょ？で、これとこれ、これとこれは関係ないか。わかんない。まあ、とにかくまずじゃあ1個目のこのラインを探してみましょうか。はい。このラインを探してみるってことでどうですか。そうだ。じゃあこっちだ。このラインをどんな感じ？この辺？ないやんね。交わる。この腐っての上と下だと。あ、お、何？あ、あったよ。あったあった。あった。
あったよ。あった。すごい。あったよ。あったあった。それだ。それだ。すごい。あったよ。素晴らしい。そっか。よし。ダガタに報告しに行くぞ。よかった。さすが。さすがです。交わるところ。謎を解くんです。こうやってね、多分ね。謎解きですね。謎解きですよ、完全に。ああ、これ頭良くなきゃできない。頭を。あ、これで多分こうしてこうしてあっちが提示するのか。あ、そうだ。提示する。提示する。高田さん。お、やった。はい。私は見つけた木箱を高田さんに渡した。見つけてくれてありがとう。僕の筆だ。見つかってよかった。あとは片白だけだな。どこにあるか見当もつかないけど。黒と白はまだ思い出せないって。片白も探す。引き出せるならそれが一番いいけどな。多分無理だ。そうだろうね。顔を見れば嘘をついていないことはわかるし。なあ。またしらみつぶしに探すしかないか、はあ、仕方ないよ。今日は特別な日だし、予想外のことが起きても落ち着いて対処しなくては。なんだろうね、特別な日って。心を乱すな。だろ、耳にタコだよ。わかってる。ごめんなさい、たくさん迷惑をかけてしまって。いや、関係ないと思うけどね。舞ちゃんはかけられてる方だよ。舞ちゃんは関係ないですよ。家に帰ることを大事に考え、巻き込まれてますよね、本当に。はい、なあってば。お、びっくりした。クロちゃんいたの？無視すんなよ。なんだよ、どうせ隠し場所は思い出せないままなんだろう。そうだけど、シロがいない。は？シロがいなくなった。なんで、なんでだろう。あ、クリア。あ、よかった。墨と筆クリアしましたよ。じゃあとりあえずね、クリアしたんで、はい、ここで一回おしまいにして、はい、また皆さん続きを楽しみにしててください。ありがとうございます。ありがとうございます。